日本中国地方広島県広島市南区、篠野の目広大附属篠野目小中学校、戦前の広島市半学校を継承し、この地区のランドマーク的施設として知られる。篠野目は広島県広島市南区に位置する地区であり、ここでは道区内において町名に、篠野目を含む各町を包括する地区とする。旧町名は、篠野目町。 広島県を流れる大高橋流の沿港川と、京橋側に挟まれた三角州の北東部、猿高川右岸に位置する。国道2号線がほぼ本地区の南側の境界線となっているが、一部が地区の正半部を横断している。1960年代半ばまで久しく、ハスダとネギ畑が大半を占める近郊農村地域であったが、新広島バイパス開通前後より再開発が、 進み現在は住宅、工業地域となっている。この地区の起源は1662年から翌1663年にかけて段原村、七山から広島湾の沖合に向かって開かれた東新海まで遡る。同深海の開発により、日本島までが地続きとなった。東新海は1916年に東新海町と解消され、 1933年12月1日、以後は道庁の東半分が篠野目町、西半分は霞町として分立した。1940年には広島市藩学校が南町からこの町内に移転、戦後は広島大学篠野目キャンパスとなった。第二次世界大戦前には北部の住宅地を除き大半は連畑が目立つのうちであったが、 戦後宅地化が進行し、1967年に国道二号バイパスが開通すると住宅、工場地区となった。1966年9月1日に実施された町名変更により、篠野目町は現在の山町及び二保新町などに分割された。1990年代後半になって隣接する段原地区の再開発に一応の目途がつけた広島市により、 この地区の正半部の再開発事業が進められ、バス通りの拡幅が行われている。さらに2000年代には、地区の東半部を通過する広島高速2号線が、付設され、東雲津入り口も設置された。フレスタシノノメ店。ありがとうございます。